とうございます。慶応大学の医師と申します。まあ、このような展開で、発表させていただきます。まあ、シングルセル解析のミーティングということで、シングルセル解析のことを中心に話していければいいと思うんですけども、まあ、まず、研究の背景について説明させていただきます。研究目的としては、私たちは、マウス着床前肺発生の過程で、利他的に活性化するレトロトランスポゾン、MARVL と呼ばれるレトロトランスポゾンがあるんですが、その機能解明を進めていきました。で、この、MARVL は、まあ、初期肺で発生する、発現するんですけども、その後の解析で ES 細胞においても、まあ、一部の細胞で MARVL が活性化する細胞があるということが、見つかってきて、通常 ES 細胞、多能性幹細胞なので、胎児の細胞に分化するんですけども、このマーベルを発現した細胞っていうのは、この胚体外組織である胎盤の細胞にも分化できるということで、全能性を獲得した細胞じゃないかというふうに言われています。で、この多能性から全能性細胞への転換過程、リプログラミング機構を解析するという目的で、シングルセル解析を行いました。で、まあ、目的としては、この全能性細胞特異的な制御パスウェイの探索ということで、シングルセル解析を行っています。で、シングルセル解析をする、まあ、目的としては、こちらに挙げたような、ことがあると思うんですけども、まあ、今回私たちの研究での目的としては、この二つ目、新規細胞マーカー、制御パスウェイの発見だったり、新規細胞タイプ、細胞状態、希少細胞タイプの明確化ということを目的に、このシングルセル解析を適用しています。で、最後、に、この、まあ、ES 細胞から全能性リプログラミングによって作成した全能性用細胞を用いた人工肺モデル、いわゆるブラストイドと呼ばれるオルガノイドの一種ですが、それの作成の試みについても説明できたらいいかなと思っています。で、これは論文紹介になるんですけども、私たちが直接行った研究ではないんですけども、シングルセル解析によって、ヒト初期肺発生トランスクリプトムレファレンスデータの生成というのが最近論文として発表されてきたので、まあ、参考になればいいかなと思って紹介したいと思います。まあ、シングルセル解析、まあ、こちらに出しているように、発生生物学の分野でとてもインパクトのある、解析方法になっていて、まあ、ここでは、まあ、2018年、ショウジョウバやゼブラフィッシュの初期肺発生によって、このシングルセル解析を適用したということで、まあ、いろんな発生過程、今まで見えていなかった発生過程の詳細が分かったということで、このサイエンス誌の2018年のブレーキ、ブレイクスローブダイヤに選出されるというのは、大変インパクトのある、実験、解析方法となっています。で、まあ、ただ、まあ、いろいろ論文を見ていても、まあ、かなりコストが高いという方法で、なかなか、簡単に手が出せない分野ではあったんですけども、まあ、最近、まあ、助成金があったということで、こういう解析をしてみたという次第です。こちらは、マウス初期肺発生の、まあ、着床前発生の図を示していますけども、まあ、受精によって全能性を獲得した細胞は、卵割によって分裂が進んでいって、着床前の胚盤胞という構造を形成します。で、この胚盤胞は、内側に内部細胞塊という将来胎児を形成する細胞と、外側一層の将来胎盤になる栄養外胚の二つの多能性細胞から形成されています。で、この発生過程で mRNA レベルで見てみますと、最初に卵細胞にデポジットされた母親由来の mRNA が受精によって分解され、で、それと同時に結合子由来の転写が、こう、二段階で活性化する、ことが起こります。これがザイゴティックジノムアクティベーション、ZGA と呼ばれる現象で、まあ、このような、
母親由来と接合子由来の mRNA のがこう切り替わるのがこの全農世紀になります。で、この ZGA を開始の開始を調節するパイオニア因子というものがありまして、このパイオニア因子というのは閉じたクロマチン構造、クロマチンに直接結合して、その領域をオープンにすることで転写因子が結合しやすくして、で、その周囲の遺伝子を転写活性化するような、そういった特殊な転写因子のことがパイオニア因子と呼ばれていますけれども、この マウス初期肺においてが、関わっているパイオニア因子というのは、今までこのような、これらのパイオニア因子が同定されています。で、例えば NR5A2 と呼ばれるパイオニア因子は、サイン B1R5A2 というマネジドトランスポゾンの一種ですけども、その配列の一部をモチーフ配列として、その下流の ZGA 関連遺伝子の発現を活性化しています。まず DAX と呼ばれる転写因子は、MAVN の NTR の一部の配列をモチーフとして認識して、MAVN だったり、その周辺の遺伝子の活性化を、担っています。で、この DAX と MAVN の活性化の関係は、初期肺の2細胞期とか1細胞期だけではなくて、ES 細胞でこの DAX を強制的に発現させると、このように、MAVL、GAG、MAVL がコードしているタンパク質である GAG タンパク質が発現してくるということが分かっています。で、先ほどのは強制的にドキサイクリンを加えることで DAX を誘導するシステムでしたけども、通常の ES 細胞の培養下で、ごくわずかな少数の細胞で MAVL が発現してくるということが、2012年に報告されています。で、こちらは ES 細胞と iPS 細胞の免疫染色の結果ですけども、ES 細胞では、性幹細胞マーカーである OCT4 が発現していて、iPS 細胞でもこのように発現しています。ですが、MAVL の発現をレポートする TD トマトの配列を組み込んだ ES 細胞では、このように少数の細胞で MAVL が発現していることがわかります。iPS 細胞でも、こちらは免疫染色ですけども、MAVL が発現している細胞があります。で、この細胞では OCT4 の発現が低下しているということもわかっています。通常 ES 細胞をマウス初期肺にインジェクションして、キメラマウスを作成すると、ES 細胞は多能性幹細胞で ICM のみに寄与するので、胎児のみが、に分化するんですけども、このマーベル、過激にマーベルを発現した ES 細胞を取ってきて、インジェクションすると、このように胎児だけではなく、胎盤にも分化するということで、このマーベルを発現した細胞、ここでは 2C ライクセル、2CLC というふうに名付けられましたが、この 2CLC は全能性を持っているということが示唆されています。全能性細胞と多能性細胞の違いについて簡単にまとめていますけれども、全能性細胞っていうのは全ての胚および胚外組織に分化できる。で、その一つだけで完全な個体を発生させる能力を持つ細胞のことを言います。で、マウスの場合は接合子と初期の隔球、2細胞期のブラストメアと4細胞期の一部のブラストメアが全能性を持っているというふうにされています。で、胚内及び胚体外組織、胎盤や卵のを含む全ての細胞型に分化可能ですが、自己複製能は持っていないので、それ自体分裂して増やすことはできません。まだ培養条件も確立はされていません。一方の多能性細胞に関しては、体内のほぼ全ての細胞に分化できる能力。で、代表的には ES 細胞や iPS 細胞がそれに当たります。で、こちらの方は、体外で自己複製が可能で、特定の培養条件下で比較的容易に維持及び増殖が可能な細胞となっています。
で、私たちはこの全能性細胞で発現している、レトロトランスポゾンである MAGL のがどういった機能を持っているのかっていうのに興味を持って解析を進めてきました。で、MAGL はどういうものかというと、マウスのゲノム中に約550個の全長コピー、まあ、転写活性を維持したまま保存されています。また2000以上のソロ LTR 型のコピーが存在していて、2細胞期の遺伝子発現を制御するプロモーターとして機能しています。で、先ほど説明した通り、2細胞期で発現してくる転写因子である DAX によって転写活性化されています。で、ES 細胞の培養中には約1%の割合で、マーベル様体細胞が出現しています。で、こちらでは免疫染色の図ですけども、ES 細胞のコロニー中に、このように DAX とマーベル、また、この他の全能性関連、全能性細胞特異的な遺伝子である G-SCAN4 もこのように発現しています。で、G-SCAN4 も DAX によって、活性化の制御を受けている遺伝子です。で、このように、まあ、少数の細胞だけで、まあ、なぜか DAX が活性化して、2CLC に変換すると。で、この 2CLC は先ほど、あったように、その胚体組織だけでなく、胚体外組織も分化できるということが示されています。で、じゃあ、この、MAGL の発現というのは、このザイゴティックジノムアクティベーションのこの活性化の時期に一過的に起こるんですけども、まあ、この活性化にどういう意味があるのか、マーベルの機能、マーベルが何らかの発生に重要な役割を果たしているのかどうかっていうのを解析することにしました。まあ、ただ、このようにゲノム中に550コピー、まあ、LTR も含めると数千コピーというふうな断片配列があって、その全ての配列を、転写不活性化する、まあ、クリスパキャスなどを使って、転写活性化、不活性化するっていうことが、現実的ではなかったので、最終的には反線装備を使ったノックダウンによって、マーベルの発現抑制を試みました。最終的に、このマーベルの RNA を効率的に分解する反線装備を開発して、このように受精卵の有性全核に ASO を注入して、インビトロで発生させ、胚盤胞への形成活性を観察しています。で、このように、スクランブルの ASO、まあ、ネガティブコントロール、何もターゲットしない ASO を入れた場合は、このように正常の、卵活が進んでいって、で、まあ、4.5日後にはこのような、キャビテーションを起こして、胚盤胞が形成される。というのが、こう、正常な、胚の発生なんですけども、ASO を注入して、マーベルをロックダウンした胚では、2細胞期までは進むんですが、その後の細胞の発達が遅延して、で、最終的にはその細胞も崩壊していくという、こういうことが観察されました。で、こちら統計を取った結果ですけども、まあ、2細胞期のになる1.5日後には、まあ、コントロールと差はないんですけども、胚盤胞が形成される4.5日後には、まあ、ほとんどのマーベルノックダウン胚は、崩壊して死んでしまうという結果になりました。で、まあ、この結果から、マーベルが初期胚の、まあ、全能性器に発現するということに、何らかの意味があるということが示唆されるんですけども、まあ、初期胚を使った、実験というのは、まあ、サンプルの数にも限りがあって、まあ、難しいということもあって、ES 細胞を使って、ノックダウン実験を行いました。ここでは ES 細胞に反線装理をトランスフェクションして、1日後から4日後まで、1日ごとに、サンプリングして qPCR を行うということをやっています。で、そうすると、ノックダウンから2日目、3日目にかけて、G-SCAN4、GM4340 という、まあ、こちらは、全能性細胞特異的な遺伝子ですけども、その遺伝子の発現が上昇することが分かりました。一方で、オクト4やソックス2といった多能性マーカーの遺伝子の発現には変動はありませんでした。
興味深いことに、そのマーベル自身の発言パターンを見てみると、マーベルの、ノックダウンをしているので、まあ、初日は半分ぐらいに発言量が低下するんですけども、2日目から3日目にかけて、むしろ最初より 発言量が増加するという結果が観察されました。まあ、この結果から、こちらのようなリレーションを予想したんですけども、マーブ・エルは DAX を抑制していて、DAX が抑制されることで、マーベル自身の、発言も抑制されている。で、ここでマーベルをノックダウンして覗いてしまうと、DAX が過剰に発言して、その結果、マーベル自身の発言も過剰に増加するという、まあ、こういったネガティブフィードバックのような制御関係というのが予想されました。ここでこれを検証するために、DAX をノックアウトした ES 細胞で同様のマーベルノックダウン実験を行いました。その結果、DAX ノックアウト細胞では、G-SCAN4 の発言上昇っていうのが見られなかった。で、またマーベルの発言上昇も同様に見られませんでした。まあ、この結果から、まあ、こういう DAX とマーベルによるネガティブフィードバックの系が、まあ、関係があるんじゃないかというふうに予想されます。で、ここで一旦まとめますと、まあ、2CLC になった細胞の中では、DAX が発言してきて、で、それがその下流にあるマーベルを発言し、そのマーベルが何らかの方法で DAX を抑制することで、全能性のプログラムを停止させて、また多能性細胞へと移行するというような、こういった関係があるんじゃないかというふうに予想されました。こちらは ES 細胞から予想した結果ですけども、初期肺においても同様の、ことが起こっているということが示唆されていて、で、それに関しては、昨年、この論文で発表しているので、興味があれば見ていただければと思います。まあ、ただ、この多能性細胞から全能性になる段階で何が起こっているのか、なぜ少数の細胞だけで DAX が後発言するようになるのか、といったことに関してはまだよくわかっていません。で、この多能性から全能性への転換のシステムを、調べるために、まあ、これまで様々な研究室でシングルセル解析というのが行われてきました。で、こちらで挙げているマリア・エレナという著名な研究者のグループによる、論文では、シングルセル解析が行われていて、この結果、多能性幹細胞、ES 細胞から 2CLC へ移行する過程で、中間的な細胞状態を経るということが、示唆されています。2CLC は、G-SCAN4 とマーブ L が共に発現している細胞としてここ定義されているんですが、この中間細胞、G-SCAN4 ポジティブ細胞、に関しては、G-SCAN4 のみが発現していて、マーブ L はまだ発現していない状態。まあ、これが中間的な段階であるというふうなことが、まあ、いくつかの研究によって示唆されています。で、私たちもこの、遷移過程を調べたいということで、この詳細を確かめるためにシングルセル解析を行うことにしました。まあ、ただ、普通に、ES 細胞をシングルセル解析をしたのでは、この中間細胞でも全体の5%ぐらい、2CLC だと0.1%ぐらいというふうに見積もられていたので、まあ、十分な量のこの全能性細胞がこう入ってこない、解析対象にならないということが心配されたので、で、なるべくこの全能性細胞をエンリッチする必要があると考えました。で、実際この他の研究グループの方法でも、まあ、何らかの方法で、これらの 2CLC を、演立するような手法が取られていたので、まずその方法の開発を行いました。まあ、ただ、その、FACS を使うと、まあ、例えば 2CLC を1万細胞回収しようと思うだけで数時間かかってしまうので、もっと効率よく
回収する必要があると思い、このような、マグネティックアクティベーテッドする装置分システム、MAX のシステムを開発しました。で、ここでは、このような3つのレポーター遺伝子を組み込んだ ES 細胞を用いています。で、1つは、マーベル LTR のプロモーターの下流に CD4 と TD トマトが組み込まれたレポーター。で、2つ目が、G-SCAN4 プロモーターの下流に CD8 とビーナス。で、三つ目は、恒常的に発現するプロモーターの下流に H2B と IRFP670。三つのレポーター遺伝子を組み込んだ ES 細胞を作成しています。で、この ES 細胞は CD4、CD8、ダブルネガティブの細胞が多能性細胞。で、2CLC の場合は CD4、CD8 どちらも発現している細胞として現れてきます。で、G-SCAN4 陽性細胞、中間細胞は CD8 は出てないけれども、CD8 はポジティブである。まあ、そういうふうに区別することができます。で、そこで、最初に CD4 抗体がラベルされたマグネティックビーズで、2CLC を単位します。で、フロースルーに対して、続けて CD8 の抗体でコートされたマグネットビーズを使って、中間細胞を分離します。で、フロースルーとして ES 細胞が残ってくるというシステムです。こちらが、ホイトレプレゼンタティブビューですけども、インプットとして、まあ、このように、ビーナスと TD トマトが、こちらも発現している。まあ、これは T2CLC ですけども、2CLC が混ざった状態ですが、MAX を 行うと、まあ、どちらも発現していない ES の核分と、ビーナスだけが発現している中間細胞の核分。ビーナスと TD トマトどちらも発現している2CLC の核分にこう分けられる、効率的に分子できるということが分かりました。こちらは、中間細胞、ビーナスだけを発現している細胞を取ってきて、で、それをまた再び媒介に戻して、タイムラプスで観察したものです。で、最初は TD トマト発現弱いんですけども、まあ、だんだん時間経過とともに、この TD トマトの発現が上昇していく。まあ、傾向量定量すると、このような状態になりますけども、まあ、この結果からも、G-SCAN4 陽性細胞という中間段階を経て、2CLC が発生してくるということが確認されました。で、このように、MAX できれいに3つの核分が取れてくるということが分かったので、で、それぞれの細胞核分を、マウスの8細胞期の初期肺にインジェクションして、キメラ、ブラストシストを形成しました。そうすると、ES 細胞はすべて ICM に寄与するんですけども、2CLC は文献であったように ICM と、栄養外肺の両方に寄与するということが、ここで示されています。G-SCAN4 陽性細胞、中間細胞も 2CLC と同様に ICM と、栄養外肺をどちらにも寄与していることが分かりました。まあ、つまり、この G-SCAN4 陽性細胞の段階で、まあ、全能性の獲得というのは、できているんだということが示唆されます。で、じゃあその多能性から、全能性移行する段階で、どのような遺伝子発現ネットワークの切り替えだったり、ということが起こっているのかということを解析するんですが、それで、ノボ人者の方に、では解析を受託して、10X によるシングルセル活性解析を行いました。で、まあ、シングルセル解析のプラットフォームっていうのはもう複数あって、まあ、どれを選べばいいかというのは、まあ、自分の実験の目的によるんでしょうけれども、まあ、こういった X を使う上で、まあ、こういったことが挙げられるんですが、まあ、最も決め手というか、まあ、一番安心できるのは、X のユーザーコミュニティが非常に大きい。まあ、論文でもよく使用されていて、まあ、プロトコルの充実、まあ、プロトコルというか解析の方法も、まあ、いろいろ充実しているということで、まあ、こちらを、
選ぶことにしました。シングルセル解析の方はフローですけど、まあ、インプットとなる細胞は、まあ、マックスで、まあ、自分たちのラボで、マックスで調整して、で、ノボジンの方に、ラボに出張で来てもらって、で、ライブラリーコンストラクションは、こう、続けてやってもらっています。で、シーケンスが終わって、データ解析とデータの可視化に関しても、ノボジン社の方でセルレンジャーを使って、まあ、簡単な解析、ビットビジュアライゼーションまでやってもらいました。でもこの時、ちょっと申し訳なかったのは、最初、出張で来てもらった時に、こう、MAX でやったんですけども、ちょっとその時、十分な量の細胞が、回収できなかったということで、結局、その、初日は何も、ライブラリー調整できず、公開いただくという結果になってしまったんですけども、まあ、特に追加料金とかも発生することなく、次の週には、また来ていただいて、ちょっと、さすがに失敗できないという緊張感ありましたけども、まあ、2回目はちゃんとうまくいって、このライブラリーを作ってもらえた。そういった経緯があります。データ解析に関しては、まあ、一般的にはこういう流れで、行われるんですけども、まあ、よくやられるのは、10X の公式解析ソフトであるセルレンジャーを使って、まあ、ほぼ自動的に、セルレンジャーカウントというコマンドで、全自動でやってもらうということが、まあ、一般的かと思います。で、得られたファスト Q ファイル。に、まあ、これはペアエンドリードで、リード1にバーコード、リード2にトランスクリプトのデータが含まれていますけども、それをスターアライナでマッピングして、セルコーリング、UMI カウントをして、このような遺伝子と細胞からなるカウントマトリックスというのを生成するというのが、生成して、で、これを用いて、まあ、可視化だったり、ダウンストリーム解析ということに、進んでいくんですけども、今回、私たちの実験で注目していたマーブエルというのは、まあ、リピート配列にあたるもので、まあ、大体そういう、レトロトランスポゾンとか、いうリピート配列っていうのは、一般的な、セルレンジャーので使われているようなアノテーションファイルで覗かれていたということが、ということで、このリピート配列を含んだアノテーションファイルを使用して、マッピングからやり直す必要があったんですけども、このアノテーションファイルをセルレンジャーの方に組み込むということはちょっとできなかったので、やりようはあったかなと思うんですけど、ちょっとやり方がわからなかったので、結局、ドロップセックと呼ばれている方法のパイプラインがこう公開されているので、そちらを使って、今回はステップごとに手動実行、して、マッピングから、こう、やっていきました。で、まあ、こう、無事に、こう、リピート配列の情報も含んだ状態で、解析ができて、で、その結果、ES 細胞は1862細胞、で中間細胞は1783細胞、で、2CLC は8601細胞っていうのを最終的に、こう、プロットで書くとこういう結果になっています。で、マーブエルや G スキャン4という全能性マーカーの遺伝子は、このように右側の 2CLC、まあ、全能性細胞がプロットされている領域で強く発現しているのが確認できて、PAN5F1、オクト4の遺伝子だったり、SOX2、可能性関連遺伝子は左側の ES 細胞で強く発現する。っていうことが、こう、確認できました。で、こちらは、これの以前に行われた、似たような 2CLC をシングルセル解析したような、研究内容との比較ですけども、まあ、最初に発表されたのが、フリューダインを使った解析で、まあ、この時は189個の細胞が解析されています。
で、その後ドロップセックや 10X を使って解析されていますけども、まあ、2633と3839。まあ、トータルです。ES 細胞を通じてるし、すべて含んで、まあ、このぐらいの細胞です。で、解析が進められる。で、私たちの研究では、まあ、このぐらいの細胞数で、まあ、かなり数的には多い細胞数で、より、こう、詳細な、こう、分類ができているんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、特にこう、例えば ES 細胞の中でもいくつかのクラスターが見つかってきたり、っていうところが、まあ、他の以前の研究とは少し違ったところかなというふうに思います。次に、この RNA ベロシティ解析ということを行って、その細胞の遷移状態を予測するような解析ですけども、こういった解析ツールを使って、この遷移状態を推測しました。そうすると、まあ、ES 細胞をこのような4つのサブクラスターに、0番、1、2、5というサブクラスターに分類して、2CLC を6、3、4、7、という、まあ、こちら側のクラスターに分類できるんですが、この矢印を見ると、まあ、3つの経路があるということが分かって、分かりますが、まあ、ただ、どのクラスターからの、クラスターからも、この 2CLC 方向に矢印が向かっているということが分かりました。まあ、ただ、ES 細胞間のクラスターの変化っていうのは、こう、あまりはっきりしたものが見えないので、まあ、この ES 細胞のクラスター間の違いということに関しては、まだ、解析が進んでないんですけども、まあ、どういった違いがあるのかっていうのはまだよくわからないんですが、まあ、すべてのクラスターから 2CLC 方向へ、こう、遷移可能であるということが、こう、予測されます。で、次に、行ったのが、このシーニックと呼ばれる解析方法で、このシーニックっていうのは、その細胞内の遺伝子発現ネットワークを推定する方法です。で、その遺伝子発現ネットワークを解析することで、最も重要なハブとなる転写因子を推定するという、プログラム、ツールになっています。で、その手順を、こう、左側にこう示していますけども、最初に細胞ごとの遺伝子発現パターンを類似したものを、取り出していきます。で、そのパターンから転写因子を、見つけてきて、その転写因子の結合モチーフというものからターゲットとしている遺伝子を、取ってきます。で、この転写因子とターゲットのこの関係がこのシーニックの解析ではレギュロンというふうに定義されています。まあ、特定の転写因子によって調整されるすべての遺伝子の集合っていうのがこうレギュロンです。で、三つ目にそのレギュロンの活性を細胞ごとに評価する。で、最終的にこういったヒートマップとして出力するというのがシーニックの方法になります。で、この解析を実際適用した結果がこちらになっていて、ディズニーで、示していますけども、先ほどのシングルセル解析の結果をディズニーで表現すると、まあ、このように ES 細胞青色で、2CLC がこの赤色の細胞で、中間細胞の G スキャンフォームの陽性細胞はちょうど中間にあるという形になります。で、これを10個のクラスターに分類してみると、3番、4番、7番といったような、こういったクラスターが全能性に当たるクラスターであるというふうに分類されます。で、このシーニックの解析結果では、右方向に細胞がクラスタリングされていて、で、縦方向に転写因子がクラスタリングされます。で、これを見ると、ちょうど3番、4番、6番、7番あたりのその全能性細胞っていうのはこのあたりにクラスタリングされているのがわかるんですけども、ここでこの全能性細胞を特異的にレギュロン活性が高い2つの転写因子がこう見つかってきました
それが RXRA と HMG N3 2つの転写因子です。で、これとは逆に、全能性細胞でレギュロン活性が低い転写因子もこう見つかってきていて、で、これらは逆に多能性細胞、ES 細胞では常に活性化している転写因子ですが、全能性細胞ではこう活性が低い転写因子になります。で、それぞれの転写因子のモチーフ配列からターゲットとする遺伝子というのがこう推定できるんですけども、例えば RXRA の、ターゲットの中には NELF-A という遺伝子がありました。で、この NELF-A というのは先行研究で 2CLC で特に活性化している遺伝子ということが分かっていたので、まあ、この NELF-A が活性化しているということで、この活性化はこう、RXRA によって制御されている可能性があるということが分かりました。一方で、2CLC で、活性化している遺伝子のターゲットとしては、こちらに、下に挙げているような遺伝子が見つかってきて、で、これらはすべてノックダウンすると、2CLC のポピュレーションが増加するということが、報告されている遺伝子です。で、まあ、つまりその多能性を維持するために働いているような、因子で、これらを活性化しているのが、これらの新たに見つかった転写因子であるというふうに予想されます。まあ、逆にこれが働かないことで、多能性が維持できずに全能性に転換しているという可能性が考えられます。で、この中で私が注目したのは、この RXRA で、どういう遺伝子かというと、これは、レチノイン酸レセプターと、ヘテロダイマを形成して、レチノイン酸シグナル伝達経路を活性化する白内受容体の一つになります。で、このように RXR とこうレチノイン酸レセプターがヘテロダイマを形成して、で、レチノイン酸レセプターには、まあ、レチノイン酸がリガンドとして結合することで、下流の遺伝子を発現制御しています。で、RXRA は、まあ、補助的な役割というふうに伝えているんですけども、これも活性化すると、その下流の遺伝子発現が相乗的に上昇するということが知られています。なので、この二つ、両方活性化することで、全能性遺伝子が相乗的に上昇するかどうかということを確かめました。で、その RAR に関しても、アイスコムがアルファベータ、ガンマの3、アルファ、ベータ、ガンマですかね。の3つがあることが分かっているんですけども、最終的にはこの RAR ガンマ、特異的なアゴニストである CD437 によってこう発現、全能性マーカーであるマーブエリや GSTR4 の発現が上昇することが分かりました。で、さらに、その RXRA、RXR の特異的なアゴニストであるベキサロテン、ベックスと示してますけども、これを、同時に投与することによって、その発現がさらに上昇するということが分かりました。まあ、一方で、多能性マーカーであるオクトポーの遺伝子に関しては、これほど影響が見られません。で、このレチノイン酸レセプター、レチノイン酸シグナル伝達の活性化が、この全能性の遺伝子の活性化に関わるということが ES 細胞から予想されましたけども、じゃあ初期発生ではどうかということで、このザイゴートの発生の、インビトロでの発生において、その CD437 をこの培地に加えて、ずっとレチノイン酸レセプターを活性化させるとどうなるかということを、実験すると、この CD437 を入れたブラストシストは、まあ、うまく発生できずに、こちらでも5.515、まあ、通常だとほとんどブラストシスト、胚盤胞に、なるんですが、CD437 を加えるとすべて崩壊してしまう。まあ、つまり、レチノイン酸レセプターを活性化することで全能性プログラムをずっと入れ続けると、発生がうまくいかないというようなことがこう分かりました。で、じゃあ、これに着想を得まして、まあ、ES 細胞にレチノイン酸レセプターのアゴニストを入れると、全能性化できる
ということであるならば、このずっとこの HNO 遺産を入れ続けておけば、ES 細胞から 2CLC への転換を誘導して、その 2CLC の状態でずっと培養できるんじゃないかというふうに考えて、実際そのようなことを行いました。そして予想外のことに、10日間の培養をすると、まあ、このように明らかに この細胞が分化したような形になりました。こちらは、一つの細胞を示していて、通常、一つの ES 細胞の直径は10から10、まあ、20マイクロメートル以下ですけども、このように巨大な一つの細胞に分化してしまいました。で、まあ、培地の他のところを見てみると、こういう、嚢胞状の、まあ、袋状の 構造をとって、こう、浮いているようなものがあったりして、で、こういうのが、どういうものかっていうと、こう、栄養膜巨細胞、トロフォブラストジャイアントセルと呼ばれる、胚盤を形成する分化細胞の一つで、一つの特徴として、こういったものが、現れるということが分かっていました。そこで、その TGC のマーカーで、マーカーを発現しているかどうか調べてみると、この10日後の細胞では、この TGC マーカーをこう発現していて、で、オクト号の発言はほとんどなくなっているということで、なぜか、こう、ES 細胞から、TGC に転換してしまったわけですけども、これは、予想としては、最初は、こう、レチノイン酸レセプターを活性化することによって、2CLC ライクな、こう、全能性用細胞に転換することができたのかもしれませんが、それをずっとレチノイン酸を活性化し続けることによって、これが、胎盤系の幹細胞を経て、胎盤の細胞に分化してしまったのではないかというふうに、こう予想しています。まあ、この可能性についてはまだ現在、この検証中なので、まあ、定かではないんですけども、まることが起こった。で、また、このことから、この、レチノイン酸を入れ続けていると、こう良くないと。全能性細胞として、こう維持できないということが、こう予想されたので、まあ、どこかの段階で、そのレチノイン酸のシグナルを切ってやる必要があるというふうに考えました。で、ここで、この胚様体形成の実験では、最初に S 細胞、このようなアグイベルの中で、5つの細胞から、こう、胚様体を形成させます。で、その形成過程では、このレチノイン酸シグナルを活性化して、同時に全能性化を誘導します。で、そのような全能性細胞が、形成された、で、形成された胚様体を、次は、こう、レチノイン酸のレセプ、えー、こう、培地から抜いて、このレチノイン酸の活性化が起こらないようにした状態で、まあ、自然な状態で分化を開始します。で、そうすると最終的にこのような、凝集塊、胚様体ができるんですけども、オクト4と CDX2 という、まあ、それぞれ ICM のマーカーと、こちらは胎盤系の幹細胞のマーカーですけども、それで染色すると、どちらのマーカーも発現している細胞が混在したような、こういった胚様体が形成されることができ、されました。で、通常、ES 細胞は、この CDX2 を発現する胚盤系の細胞になることはないので、この CDX を発現している、おそらく胎盤用の幹細胞は、一旦全能性化を経て形成されたものだというふうに、考えています。まあ、ただ、その初期胚であるような、位置的な、構造的なところまでは、こう、うまく見に行くできなくて、まあ、初期胚だと、この胎盤系の細胞が外側一層に集まって、オクト4陽性の細胞は、内側の ICM に、集まってくるという、そういうこともまあ期待したんですけども、結局この実験では、そういった構造的なところは模倣できないことが分かりました。で、これを、DAX ノックアウトの ES 細胞でやるとどうなるかということに興味を持って、まあ、同じようなことをやってみました。まあ、DAX っていうのはその、マウス初期胚の2細胞で発現してくれる、まあ、全能性細胞
電脳制化に必要なパイオニア因子の一つであるというふうに考えられているので、この NACS が発現しないと ES 細胞はそもそも電脳制化、電脳制リプログラミングできないんじゃないかというふうに考えていたんですけども、実際この NACS ノックアウトの細胞を使って同様の実験を行うと、TGC が現れていて、で、まあ、CDX 陽性細胞もこう現れてくる。まあ、つまり、この結果から、DAX は必ずしも、ES 細胞の全能性リプログラミングに必須ではないことが、こう示唆されます。で、じゃあその DAX に依存しない全能性リプログラミングがどういうふうに起こっているのかっていうのを解析するために、バルクの RNA シーケンス解析を行いました。で、こちらでは、ワイルドタイプと DAX のノックアウト細胞をそれぞれのレチノイン酸を活性化する媒質で培養して、2日後と7日後に RNA を回収して発現解析を行っています。その結果、複数の遺伝子が、アップレギュレートされる遺伝子として同定されているんですけれども、発現上昇した遺伝子だけを取り出して、このようにヒートマップを書くと、左からワイルドタイプの、未処理の細胞を2日後、7日後に回収した細胞。で、DAX ノックアウトの未処理の細胞と、DAX ノックアウトの2日後、7日後に回収した細胞のデータが、並べられていますが、で、4つのクラスターに分類しています。で、クラスター1では、ワイルドタイプの細胞で、DAX のノックアウトが、クラスター1では、ワイルドタイプで発現上昇が起こるんですけども、DAX ノックアウトの細胞では、発現上昇が見られない遺伝子群です。で、クラスター2と4に関しては、ワイルドタイプとダックスノックアウトで、大きな違いはないんですけども、クラスター3に関しては、ワイルドタイプではそれほど発現上昇が見られずに、ダックスノックアウトにすると、顕著に発現上昇が見られるという、まあ、そういった分類のクラスタリングが、というふうにクラスタリングされます。で、これらの関係を、こちらのベン図に示していきますけども、トータルで4243の遺伝子が、発現上昇している遺伝子として同定されていて、ワイルドタイプで発現しているものと、ダックスノックアウトで発現しているものの中で、共通して発現しているものが2395個ありました。で、ダックス、ワイルドタイプで、だけで発現している遺伝子は585個で、これらの遺伝子は DAX がないと発現上昇を示さないので、DAX 依存的な発現上昇を示す遺伝子です。で、これらの中には GSKN4 や GM4340 といった、全能性マーカーが含まれていました。で、一方で、この DAX ノックアウトの細胞で、ワイルドタイプでも両方で発現していた遺伝子の中には、この死肉解析で同定された、ハブとなる転写因子である HMGN3 や、H1 3レセプターガンマの遺伝子というのがこう取れてきました。これらの遺伝子というのは、DAX、非依存的な、活性を、非依存的に活性化される遺伝子。で、こちらは、この結果を棒グラフで表したものになりますけれども、左側の DAX ノックアウトの列では、このような GSKN4GM4340 というのは全く発現上昇を示しませんが、ワイルドタイプだけでこう発現上昇する。一方で、HMGN3 や RARG は、DAX がなくても、H2 さんの活性化だけでこう発現が、上昇するということがわかります。で、これらのことから、分かってきたのは、DAX 非依存的かつレチノイン酸シグナル伝達依存的な電脳性リプログラミング機構というのが存在するということが分かっ
で、これまではダックスがこう発言することによって、こう全能性化が起こっているというふうに考えられてきましたけども、ダックスに非依存的な HMGN3 や、まあ、H43 レセプターの遺伝子などがこう発生化することによって、ダックス非依存的な全能性化を誘導しているということがこう示唆されています。で、まあ、これはシングルセル解析でこう見つかってきた因子ですけども、まあ、まだこれからどういった遺伝子を制御しているのかということに関しては、今後進めていきたいと考えています。で、これで多能性から全能性リプログラミングされる過程と、まあ、全能性細胞がまた再び多能性細胞に戻っていく過程で、まあ、どういったことが起こっているのかっていう分子メカニズムがある程度こう、ぼんやり見えてきたんですけども、もう一つの課題としては、この全能性細胞をなんとかバイオ維持するにはどうすればいいかということと、あとこの細胞をうまく ES 細胞と、この胎盤系の幹細胞、トロフォプラストステムセルと呼ばれる細胞ですけども、こちらに、こう、分化をコントロールすることができるかどうか。もし、そういうふうに、分化をコントロールできる細胞ができれば、まさにその受精卵と同じような感じで、この細、培養細胞から人工的な胚盤胞を構成することができるかどうか、というのが、まあ、次の興味になります。で、実際、人の内部、幹細胞、内部多能性幹細胞っていうのは、ICM と PE の、まあ、胎盤系の幹細胞、トロフォプラスト、バトロフェクトダムの両方に分化する能力を持っていることが分かっています。このように、内部 ES 細胞はトロフェクトダムになるんですけども、少し発生が進んだプライムド型だと、このようなトロフェクトダムへの分化っていうのは起こりません。マウスの場合は、ES 細胞、まあ、状態的には人の内部と、まあ、同じような細胞であるというふうにされているんですけども、マウスの ES 細胞に関しては、TEA の分化は、確認されていません。で、この人の内部 ES 細胞を使って、このような人工的な胚盤胞である、ブラストイドと呼ばれる、まあ、の人工胚モデルというのが、作成されていて、複数のグループからそういったものが報告されています。で、まあ、いくつかのグループからこう報告されているんですけども、まあ、それが実際、まあ、実際人などで発生させることができないので、その出来に関して評価するということが、こう、難しいんですけども、ブラストイドの評価をするために、こういったレファレンスの、データが、作られています。で、この研究では、初期胚発生の接合子から原状胚形成までの6つのシングルセル RNA シーケンスのデータを統合して、初期胚のレファレンスデータを開発したという内容になります。で、ここでは6つの研究グループから報告されていた、まあ、異なるプラットフォームで、やライブラリ調整方法で生成されたシングルセルデータ解析を一つの UMAP で統合するというようなことが行われています。で、この統合するときに大事なのは、このバッチ効果を補正するということで、で、バッチ効果っていうのは同じ生物学サンプルであっても技術的な違いによって異なるデータセットとして認識される問題です。で、これを、異なるシングルセルデータを統合するときには、これを補正してやる必要があるんですけども、バルクの RNA シーケンス用のバッチ補正法、まあ、従来このようなものがありますけども、こういうのはシングルセル解析で適用することができない。まあ、なので、この論文では、この高速相互細菌棒法と言われる方法によって、バッチの補正が行われています。で、最終的にこのような、レファレンスデータが作られていて、まあ、下のザイゴートからこう発生が進んでいって、PE、胎盤系とこう ICM 系に分化して、で、発生が進んでいくというような、こういったレファレンスデータが作成されました。で、このレファレンスデータを使って、これまで報告があったブラストイド
の評価、再評価というのが行われています。で、左側の3つのブラストイドに関しては、出発材料としてナイーブ、ヒューマン、可能性幹細胞を使っています。で、こちらは割とそのいい成績で、このどっちも出します。すぐです。うん。だってちょっと急いでます。で、で、右側の、こう、リプログラミングされた細胞から作られたブラストイドは、実際、こう、見てみると、結構着床後の細胞っていうのがたくさん含まれている。あまり、こう、いいブラストイドではないというようなことが、こう、評価されていて、で、この、リファレンスデータはすでに公開されていて、自分のデータを参照することによって、その細胞が、ちゃんとこう、その細胞のどの段階を反映しているのかっていうのが、こう、確認できるようになっています。で、まあ、いくつかの、こう、問題点があって、その細胞数の不足っていうのは特に問題なんですけども、この細胞の場合は PGC が少なくて、これらの細胞を正確に識別することができないということが言われていましたが、間違いです。ビジウム、まあ、空間解析などを使うことによって、その空間情報を保管することによって、その、こうなると、シングルセル解析では見えてこなかった、希少細胞のデータも保管できるんじゃないかなというふうに感じました。で、ちょっとここは、で、一応、その、人の場合は、全能性細胞、まあ、ICM にも T にもなれる細胞というのがあるんですけども、マウスの場合は、その、全能性細胞の培養細胞、版というのがないので、まあ、いくつか、こう、開発が進められてきているんですけども、まあ、まだ、完全な、この全能性細胞っていうのは樹立されていません。で、うちでもその全能性細胞を作って、この人工肺っていうのを形成しているところなんですけども、まあ、ちょっと、発表はできませんが、このような、こう、肺板根に近いようなシスト構造を持った、こう、人工肺の形成が、こう、できることが分かっています。で、まあ、これの発生能に関してはまだ、評価していませんが、まあ、将来的にこれが、インビトで個体を発生させることができるんじゃないかというふうに考えます。で、発表は承知していきましたら以上です。すみません。